はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。信長が本能寺の変をもし生き抜いていたらというスーパーファミコンの RPG のゲームになります。前回は奇襲攻めで、最後孫一と決戦の末、これを撃破しました。この続きになります。今回は和歌山城へと乗り込んでいくところですね。では早速続きをプレイしていきましょう。ここが和歌山城ですね。まずはちょっと一旦宿で休んでから城の中に入っていきましょう。城下町を探索しながら城門までやってきたんですけども、閉ざされていて入れないですね。確か井戸にその抜け道があるという話だったので、ちょっと探してみましょう。奥の方に光が見える、ここだな。では行きましょう。城の中へと侵入していきます。戦闘もありますね。では、このまま進んでいきましょう。ボスを目前に落とし穴にはまってしまったので、こいつらに話しかけない方がいいのかな。なんかエンカウントしたら嫌ですよ。あ、なんか女がいる。ちょっと話しかけましょう。キャー助けてーと言ってるだけだわ。そしたらちょっとまた上の階に戻りましょう。話しかけずに行く。ただ当選簿してくんだ、一応。一応当選簿してくれ。倒さないとダメだ。ではちょっと倒しながら上に行きましょう。まあ足軽、今更足軽という感じではあるんですけど、一応敵は敵ですからね。では再び、今度は慎重に行こう。何やつ、どうやって城内に入った。上司、太田貞久、このわしは猿に狩ってると思ってか。こいつがボスかな。そうですね、ボス戦の音楽になりましたね。では戦っていきましょう。まずは、なんといっても、お国がどうしても体力少なくて、一撃死するリスクがあるので、お国は優先的に、死んだよ。言ってるそばから死んだよ。唯一の回復役だったのにな。ちょっとここは慎重に行きましょうか。いきなり奥にだからな、きついよな。236 結構食らうな。回復しながら戦うしかないかな。いや、なんとか倒しましたね。お国がいきなり死んだんでかなり苦戦しましたが、なんとか倒しきりました。いや、強かった。普通に強かったですね。お国のちょっとヒットポイントの少なさをなんとかカバーしていく、術を身につけないと、この先もちょっと危ないかもしれないな。秀吉軍は一気に和歌山城を落とした。そして城主として秀吉の弟秀長を残し、秀吉の本軍はすぐさま大阪城へ戻った。次は四国攻めじゃ。一度堺まで戻ろうということなので、信長は堺に、戻りましょう。こんなところに棺桶があると思ったら、カブラルからの果たし状。堺に戻る道すがらに寄った貝塚の村にカブラルからの
挑戦状が叩きつけられてましたね。では堺に戻ってきました。まずは茶屋のところに行きましょう。いないかな、いない、いない。ちょっとじゃあ堺の町探索します。信長様、南蛮船が燃えた話を聞きました。何やらおぞましいものを感じます。私は堺から離れていましたが、貝塚には弟子のロレンソがいます。ロレンソは何か掴んでいるかもしれません。ロレンソには会ったぞ。措置を心配しておったわ。フロイス、措置もカブラルの仕業と言いたいのじゃな。どうかこれをお持ちください。堺で手に入れた南蛮の武器でございます。カブラルはあなたを狙っているようですから。南蛮ウチライで合ってるのかな。名前からするとどうだろう、刀に見えますけど。あ、そうだね。あ、めっちゃ上がる。攻撃力がすげえ上がる。これただ、なんだろう。もしかしたら、両手装備になってるんで、槍かもしれないですね。では、貝塚の裏にいたロレンソのところに行ってみましょう。さっきも話しましたけどね。おぞましい魔の境界が立っていました。なんとかしなければ。不吉なことが起こらなければいいのですが。で、信長ロレンソに堺でのフロイス様の話を伝えた。わかりました。フロイス様も見抜いておられたようです。淡路島の魔物退治に同行してくださいますか。カブラルめ、わしを狙っておるのじゃ。え、それは一体どういうことでしょうか。とにかく、船をなんとか調達してきます。お、ロレンソが船を調達しに来てくれたな。ものすごい速さで戻ってきた。浜へおいでください。めちゃくちゃ早く船を調達してくれましたね。ロレンソについて船に乗り込み。一応ね、装備品とあとは道具関係は持てるだけ持ってきました。信長はロレンソと共に船で淡路島を目指した。いきなりボス戦ってことはなさそうですね。私もお連れください。まあ、今更、このロレンソを入れてもしょうがないので、ロレンソは宿で待たせましょう。何か書かれて、教会には二つの間が潜んでいる。なるほど。じゃあちょっとまずこの町、村、行ってみましょう。ん？なんか怪しげな音がするぞ。角本の村。もう何も恐ろしいものはない。なんか、教会の前に、剣がぶっ刺さってますね。カブラル様。探索調べた。傀儡人魚だけか。いいものがあれば何か捨ててでも。特に心理祈願ですね。それが欲しいかなと思うんですが。なさそうですね。なんか、ここは天国じゃ、これに調べるといきなりボス戦になりそうなので、ちょっと後にします。わしは死なぬぞーと言ってますね。ではちょっと探索一通りしていきまーす。カブラル様は教会におられます。しかし、信者にしか門は開きません。なんか確かに剣がぶっ刺さってて、入れなくなってましたもんね。ここはどうやらカブラルの支配下になってしまったようだな。では満を持して調べてみましょう。信長、この剣が抜けるか、この剣カブラルめが乗り移っておるのか、この剣を使って、魔気を操っているのだ。まずはこの島を魔気で追い、我が魔のものとしてくれる。信長、この剣が抜けるか。何が言いたいのじゃ。魔気を止めたくばこの剣を抜くがよい。ただし、剣を抜くには貴様らの命が必要だ。どうだ、この剣を抜けるか、信長。抜くのか。仲間の命と交換しますか。やだ。命までは捨てられぬ。他の道を探す。いや、抜くしかないな。抜いてみよう。抜く。もう持ち物がいっぱいです。何か捨てなきゃいけないのか。何捨てようかな。万能薬。夜市の指。眠り薬を捨てよう。マキが出尽くさないうちに教会へ入れねばならん。と言ってるけど、
ああ、本当に死んでる。ちょっと生き返らせないと厳しい。生き返らせてこよう。船に乗って、普通に戻れる。本州に戻って生き返らせてきます。では仲間を生き返らせましたので、普通に戻りましょう。あのままボス戦だときつかったと思うんですけどね。さあ、では改めて中に入ります。誰もいない。ようやく信長はカブラルの本拠地にたどり着いた。闇のキリスト像のある魔教会である。ボス戦か？あ、妖天界が現れた。ボス戦かー。ちょっと回復信長しとけばよかったなー。では戦っていきましょう。やっと倒した。またも奥にが、この経験値祭りで、経験値を受け取れませんでしたね。こういうのを積み重ねると、どんどん奥にが、他の3人に比べて、ちょっとね、力が劣っていってしまって、ボス戦でさらに死んでいくっていう形になるんですよね。ほう、よく勝てたものだ。信長、天界の体返してやる。カブラルの声が教会を揺るがす。だが信長、ここからは生きて帰さん。声とともに、あたりの景色が一変。ついにカブラルが現れた。このままカブラル戦になるの？いや、これは無理だよ。ここは闇の世界。光も届かぬ魔の空間。ぐはは、死ねーと。いやー、これはきついぞ。とりあえず奥にを生き返らせたとしてもだ。いや、相当きついな。いや、これは無理だ。ちょっと、展開戦で、ヒットポイントを高い状態に保ちつつ、気力もあまり使わない状態で戦い終えないと難しいですね。ではちょっと戻ってきます。ちょっと今のままだとですね、カブラルと、
展開の連戦、これに耐えられないので、なんかもう一個ダンジョンがあるようなので、そのダンジョンでアイテムを回収してきます。その後、再戦に臨みましょう。ちょっといろいろ検討した結果ですね、奥にには外れてもらいます。奥にはどうしても戦力にならないので、同じですね、構想である、この竜の王、竜玉。これを入れて、ちょっとレベルをまた、上げてですね、カブラル展開に挑みたいと思いますので、一旦ここまでにさせていただいて、レベル上げを、裏で行って、改めて再開したいと思います。